はい、では、続いて萩原さん見ていきます。コバゴとちょっと競ってましたけど、萩原さんがでも、やっぱアンケではね、圧倒的に多かったんで、やっていきます。はい、とにかくペイチャードラが2ピン。ということで、萩原さんはね、なんかすごい良くなってる。で、本田さんが、後付けの仕掛けを、本田さんから後付けの仕掛けを学んだみたいに、萩原さんがインタビューで言ったらしい。それぐらいね、まあちょっと注目選手かなと思います。はい、じゃあ見ていきましょう。ちょいちょい、これ俺の教えって口出してほしい。あ、本田さんがってことね。はい、まあ行きましょうか。はい、これはまあ鎮痛になったらめちゃでかいけど、そもそもドラドラあるんで、とりあえず普通に手組みしてどうなるか。白切る。何しとんのこれ。頼むぞ、本当に。トイメンが白がこれ黄色っぽいから白だと思わんかったんか、これ。見落としか。キーだと思ったんか、これ白じゃなくて。これが白じゃなくてキーだと思ったから、どっちもションパイだと思って初切ったんか。ならいいよ。また一応これ黄色でも白なんで、黄ばんでるけど、初じゃなくて白切ってください。チーピン引いた、白切る。シャー切る。ペイ切る。まあ、普通に厄介重なったら嬉しいんで、ペイ切りたかったかな。1枚切るのね。はい。馬引いた。まあ、今更鎮痛本痛じゃないんで、まあ、普通にペイ切って、まだターツがね、ちょっと 不足しているので。はい、ペイ切る。そうか、なんか、別に普通に行ったらいいのにな。両面裏目っていく。まあ、一応ここでチートイーシャンテン、春ツテもイーシャンテンで、鎮痛以降あるから、一応ウーマンからでいいの？どうなんだろうね。3ピン2枚切れ。チートイを完全に決め打つって言っても別に特に切るもんないもんな。あ、イーナさんありがとうございます。すいません。なんかね、メッセージもスパチャ入れるっぽいんで、なんか聞きたいこととか、何か話したい話題あったらね、メッセージも全然入れてくれてもいいんで。はい、じゃあありがとうございますね。ああ、コメントありがとうございます。スパチャ、ああ、長いメッセージいただきました。ありがとうございます。麻雀始めて1ヶ月で、麻雀スタッフになって1ヶ月半で、麻雀始めて1ヶ月半で麻雀スタッフになって、4ヶ月連続月間150ハンチャ、平着2.6から7ぐらいまで結構負けてんな。だったけど、役とか点数計算覚えたり、押し引き勉強してるところに、1ヶ月半ぐらい前から俺の YouTube 配信に出会って、とりあえず全配信3週くらいして、今月の2.2切った。周りについてるだけって言われたんやけど、カムのおかげだよなって自分に聞かせて、いや、ありがとうね、そんな言ってくれて。いや、3週がすごいな。まあ、本当直接聞いてよ、そんなスパチャもいただいてさ。何かもしね、わかんないこととかあったら、DM で直接聞いてください。ありがとうね、伝えていただいて。俺も嬉しいです、本当にそんな言ってもらってね。はい。まあ、じゃあちょっと、俺これ続きやるけど、また喋ろ？いくらでもさ。ありがとう。ね、ものすごいね。1ヶ月半すごい、本当に。はい。じゃあ行きましょうか。はい。まあ、これはまあ、ウーマンでいいよね。スーピンチーとかもあるもんな。単純にね。まあ、イーピンポーン、リャンピンポーンでもいいか。まあ、なんでもいいか。鎮痛以降あるんだね。まあ、ウーマンしかなかった。よく見たね。はい。ウーマン切ります。なんかしんどくなってきたな。スーピンチーして3万3万で、鎮痛ドラドラ、イーシャンテンとか。まあ、それはちょっと見れてないって感じかな。まあ、一応ペン3ピンが弱いってことで、ウーマンにローマンとか引いたら、イーピン、リャンピン落とすとか。まあ、あとはまあ、普通に数万か。数万引いたらヘッドレスか。鎮痛は見ないと。面前の方のマックスで見たって。わかりました。面前をまっすぐね。リャンペイコをまっすぐ。いえいえ、リャンペイコはウーマン来たってあるけどさ。はい、まあ行きましょう。はい。
カムの足見てジャンル臭かった人、うん、そうね、ありがたいね。あ、テンパート。リャンペイコドラドラ。はいはい。うん、はいはい。で、まあこれは確かにダマで良さそうだな、一緒な。積もったら跳ねまん、出たら、うん。いいと思います。はい、とにかくシャーチャードラガルーティン。はい。うん、まあよくはない。E ピン切るか、シャー切るか、ペイ切るか。はい、E ピン切った。はい、チューン切った。赤じゃない。赤いドラ。ダブドラ引いた。まあ、この瞬間マックスでペイでいいよな。これ引いた瞬間にやる気出たんで。うん。いいですね。あ、ヤスさん。あ、ありがとうございます。いつも勉強になってます。河村さんが見て1枚目で打ててるなって人はね。まあ、だから。本田さん、中林さん。ああ、渡辺さん、本田さん、中林さん。って言ってますね。はい、行きますか。で、まあ、これはちょっと789もあるんで、ペイ切りたいかな。もうペイ切って何でもまっすぐ行きましょう。30目なんでね。まあ、これがもう50目とかの手配だったら、パーマンでもいいような気がするけど、まあ、ちょっとまだ早いんで、ペイ切りたい。3層重なった、まあ、パーマン切った人はイーマン切るかな。うん。はい、じゃあ行きましょう。リアンシャンテン。ウーピン引いたら、パー9層かペイは？やっぱチーソー引いたらリアンメン見たいんで、俺はペイ切るけど、まあ、パーソー9層切る人もいるかもね。うん。まあまあまあ、ちょっとコンパクト気味なんで、パーマン切りからね。まあ、それ考えると確かに9層切りそうではあったかな。はい。まあ、特別恨めることもなく、リーチドライ。リーチドライオンのイーシャンデンから速攻でパーピン引いた。これ上がったら結構楽だな。おぉ。積もって跳ねまん。はい。いきます。はい、トンさん曲なんちゃドラが吐く。初引いた。うん、まあ、これも手配2メンツあるんで普通に行きたいかな。初切ります。2万か。まあ、3万引いたらね、1345、56の2面カンチャになるとかそういうことを言うつもりはないけど、4万6000点あるって言ってもまだこれはもうハイパイ2メンツは強すぎる。うん。もうシャーキ、初切って、超まっすぐ面前吐くか、あ、まあ、吐くドラだけど、うん、それがいいかな。普通にね。3万引いた。はい。リアンマン受けはなくなっちゃったけど。はい。じゃあ、ここは初切るんかい。うん。まあまあ。はい。で、二目続きて、イーシャンテン。はい。パーピン残し。うん。これいいっすね。ああ、いいね。うん。いいね。うん、いいねというかね、結果論だ、これはね。うん。ちょっと、イーマン切らんな。ハイパイ二目つはめっちゃ強いから。超まっすぐ行きたかった。はい。で、トンラスで、親でドラが急走。これもいいな、めっちゃな。はい。シャー切ってまっすぐ行く。うん。パーソー切って。あ、9ピンからか。ドラ急走でね。うん。まあ、いいと思いますよ。はい、単葉もあるし、ドラ受けもあるし。ちょっとわからんな、俺も。俺はパーソー切るけど、普通に。うん。まあ、そんな別に。数万ね。まあ、ちょっと5万4000点になっちゃってるんで。まあ、ちょっとね。まあ。はい、残って引き付きシャンテン積もられ。あ、終わりか。8分しか経ってない。行くか。行こう。はい、何入ペイチャードラガローソー。チュン切る。うん、ペイ切る。数層来てコンパクト。まあちょっとね、5万何千点あるんでね。まあ別にコンパクトに打つなるってもいいし。親に絞れるからね。端配があった方がね。で、ここで厄介重なってく。さすがにローソーか？なぜローソー切らない？あ、なぜローマンを切らない？まあ6チッパってわけでもないだろうし。まあ一応両面作りに行ったんかな。はい、両面作りに行ってローマン切った。あー、E ピン切った。まあローマンでいいと思います。はい。うん。ここでもローマン切らない。うん、まあ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 、急走1枚切れ。はい。で、パーソーチ。はいはい、後付けのチしていく。で、まあ形決めていく。まあそうね、これもまあ点数あるから、はい。形決めても別にそんななんとも思いません。で、これはベタ折りじゃなくて、あ、ベタ折りしていく。はい。ああ、で、チー点取れたからチーする。いいっすね。で、リーチ入っちゃったからまた親リには降りる。はい。いいと思います。はい、次。え、何曲しちゃったドラが E ピン。これはちょっとなんだ、7種ぐらいか。1,2,3,4,5,6,7種で、まあ、1,2,3 とかちゃんとかな。ちょっと普通に組み立てなくてもいいかなと思いますが、チーマン引いたか。まあ、とりあえずは1,2,3 あるから E 層とかも切れないし、まあ、初チューンどっちか切りたいな。うん、いいと思います、これも。
つもいいな。はい、もう初切って。これはね、いいね。何しとんのこれ。ダメだ。面前で普通にピンフ行かないと。チャンタ行ったってもうほぼ愚形確定みたいなもんだから、チャンタは。で、一数ピンの縦受けもあるし。もう、せっかくないい台もあるんだけどな、この数ピンちょっと本当にありえないやつ来るんで、もうちょっと本当にありえなすぎるんで、もう逆に別に怒ることもなく次行きます。はい、数ピンは100%ないです。どんな点数状況であろうが数ピンありえない。もう別に一数ピンのね、E ピン受けじゃなくても、3ピンウーピン引いて両面めっちゃ嬉しいんで、で、イースーマン引いてね、イースーマン、リャンウーピンとかの一射手にして、普通にリーチ打ったらいいから。もうちょっと話にならなすぎるんで飛ばします。はい、5万何千であってもダメです、これは。もう話にならなさすぎなんで、もう。はい、で、何？チーピン来て、ちゃんと。はい、リーチ入った。シャーキル。何しとんの？まあ、ようわからんことになった。イーマン切る。ウーマン切る。キューピンは普通に、あ、現物ね。キューピン現物切る。リャンソー切る。そういう方針ね。もう振ってもいいって方針か。はい、振ってもいいっていう方針で、チーピン切っていく。あ、違う違う。チーピン通ってる。申し訳ない。チーピン通ってる。ローマン引いた。ローマン現物切る。下地は通してた、ね。はい。まあ、これで、これかな。はい。ラス前、なんちゃドラが、やろうそう。白暗号なんでもう仕掛けていくだけ。9万取ってたけど、まあ、一応後から安全な方の残してるかな、あれは、ローマを。はい、初切って普通に行くだけ。白つもぎる。リャンマン切る。パーピン切る。今までのハイフケンと全く義務にもなく語りましたが、いや、それはないけど、まあ一応渡辺さんが、今シーズンの渡辺さんが、まあそれに近いかな。まあでも絶対ないはないな。ああ、いいテンパしたな。まあ、M リーグはダマじゃないですか。普通のソテンで言うならね、リーチ、白あるから。で、あとは、渡辺さんも補充したくないな、これな。やっぱここでリーチするってことは、後継は結構確定だから、渡辺さんもそんなまっすぐ来ないんで、ソテン稼ぐって意味でも、まあリーチするのが一番いいと思います。9万もいいしね。はい。で、別に親に追っかけられて、補充したって、何もショックないんで、俺は手釣りね。俺はってか手釣り。普通に大会とかだったらもう、大会っていうか、この M リーグルールで、どうするかってやるものもリーチしかない。ソテンが違いすぎる。白のみとリーチ白じゃね。リーチ白だったらもう積もって裏でも漫画あるし。9万チーか。ちょっと待って。だからもう長期のリーグ戦だからもうリーチしかない。はい。ただ M リーガーはリーチしないんで。はい。まあこれが最終で。で、9万チーか。ラスカヒルのダマでいいですよね。そりゃそうや。天宝とかジャンタマでリーチは、それがは100%ないけど。9万チー。どこだ？あ、チーテン取れたんだ。この後だっけ？あ、この後か。あ、じゃあ出てないや。この2巡目ってこと？しなくていいんじゃないですか。いや、お前らの泣き基準もおかしいだろ、こんなとこ聞いてきて。もう自分で考えろ、こんなもん。したい人はもうしたらいいし。いや、てかしない方がいいよ、これ。まあ、ソテンが全くいらないから、とりあえずチーしてイーシャンテにしちゃうってことね。そんな、めちゃくちゃ悪いってわけじゃないだろうな。こっちの方が上回る可能性はあるけど、まあ、ただ一応今みたいに普通にリーチ吐くの？そこそこの打点でリーチ打てる可能性もあるし、量刑待ちで。だからね、そんなマイナスとは思わないかな。白のアンコが強すぎる。安牌あるから、チーするのがダメとは思わん。
ただこんな問題はちょっともう自分で考えてくれ。もう酸素はなく、そりゃそうや、こじらせすぎやろ。どんだけこじらせとんねん、こっから9万チーしますかって。難しいわ、そんな。難しすぎるわ、これ。はい。そんな感じでした。チーマン、チーマンね。まあ結局むずいですよね、これ。白があんこあるって言っても、だからといって、上茶の早いリーチ入った場合に、白白白って切って手詰まる可能性もあるから、いろんな可能性考えると、そんなもんわからん。でもやっぱ普通に考えるとやっぱ泣けないな。本当に上がりだけまっすぐ見ていい局面ってないから。お前らの記事おかしいやろ、アクサ。おかしいやろ。こんな普通に俺が配布検討してさ、気持ちよく見てんのに、9万チーしますかって知らねえよな。自分で考えろ。そんぐらい。何でもかんでも聞くな。何でもかんでも聞いたらそんな、先生に怒られるぞ、それ。たまには自分で考えろって。はい。という感じで、終わらせていきますか。どうなったんだっけ、これ。どうなったの、これ。上がってな、なんかリーチで積もったんだっけ、誰かが。あ、そうか。リーチ一発積もって、トイメ積もった、羽松もか。酸素チーピンぐらい。それ酸素だよな。酸素は絶対だけど。はい。オーラスで、まあ、これはもうトップ確定でいいかな。羽回しても大丈夫なんで、蘇転稼ぎに行きたいかな。E ピンからなんだ。ドラそばの2万残しだった。で、もういいシャンテンか。3ピン切る。まあ、ここは3ピンじゃないんだ。なんよくわからんな。ドラ引き見て、リャンマン残したんかなと思ったけど。これは3ピンじゃないんだ。ようわからんな。まあ、普通、ペン3は6級1のイシャンテンになってるよな。あ、普通っていうか、普通は E ピンがあるから違うか。まあ、2巡目でリャンマンね。2巡目はリャンマン切らなそうだけど。まあ、いいんじゃない。で、イシャンテンになって、何しとんの。はい、まあ、ちょっと3万がもう縛られちゃってるから、まあ、脳天で終わりだな。はい、ただ、いいシャンテンになった。いいそう。もう別にもう、メンピンドラ1、まあ、普通に行くなら、なんかドラに縛られて変なことになっちゃったね。まあ、ドラもすぐつもぎるとか、なんか、そういう感じだったら、メンピンドラ1のいいシャンテンでね、さらに加点するっていうのもできたけど、まあ、ただまあ、M リーグなんで。まあ、で、まあ、これで終わりか。まあ、ちょっとこういうのはね、万が一にでも何か変なことでまくられたりしたら、バイマン報酬とかでね、惨めすぎるんで。ですよ、さん。何三局の堀さんのリーチ。わかりました。堀さんのリーチの選択。何三局堀さん。王様タイム言ってほしかった。堀さんね。何さんね。はい、いきます。堀さんの何さん曲1万1400点で3着。小馬号がダンラスなんだ。で、渡辺さんが1万差。まあ、普通に1000点2000点は嫌だなって感じだね。はい。ただまあ、とりあえず上がりにまっすぐ行けばいいかな。どんなんでもいいから。で、仮にもしこれが、まあ、これちょっと食いたんなんないな。はい。まあ、行きましょう、普通に。別にもしね、1000点2000点上がったとしたらもうね、2000点上がっても次満貫条件になるから何でもありだなってことを言おうとしたんだけど。はい。8切った。9ピン切った。チーソー切った。まあ、特別なんもないな。リャンソー切った。リャンソー、まあ、それトン切るんちゃう。トンで。3層引き普通に嬉しいので。まあ、守備的にリアンソー切った。ちょっとね、イーソー9万統一がちょっと嫌だな。ウーマン引いた。で、これはトン切った。で、イーシャンテンになった。まあ、9万イーソーがまだ9万の1枚切れなんで、まっすぐ3ピンで。
うん、で、ドラもロウソク切って、あ、ここでテンパンだ。はいはいはい、ここでね、どっちに受けるかって話ね。あー、俺も関数マン受けますね。ウーマンが、あの、下茶に仕掛けられても絶対嫌だし、順面も深いから、まあ、もしかしたらダマのね、ダマで張ってる可能性もあるとかね。まあ、ちょっとなさそうだけど、まあ、一応、全部考慮すると、俺も関数マンしますね、これは。積もりに行って。うん、あと M リーグがね、ウーマン来てリーチしたからって言って、そんな筋だからって言って、リャンマンが簡単に出るマージャンじゃないから、うん、何事もないイーマン。うん、このウーマン切ることによって、その瞬間、宝珠とか、下茶に泣かれるとかが嫌すぎて、俺も今切りますわ。うん。うん。同じっすね。とりあえず、リャンソーだけねえわっていう感じ。うん。それぐらい。こんなん別に超まっすぐ行きたい局面だからね。3層引いたとき痛すぎる。3層引きが。枚数逆はちょっとむずくなってくるけどね。それはね。それはむずいわ。ふとしの70目の手出しイーマンで、ん、はい、はい。手出しイーマンで、リャンマン固まってるないかと推測。知らん、そんなもん。はい。守備よりユーマンって感じですか。守備よりユーマン。守備よりユーマン。守備って何？守備だからイーマン切り。かな？結局、ハギは手なりでバカついて先制しないと、最後みたいな細かい打ち方が下手で取りこぼす。確かに萩原さんね、何だったっけ、一番嫌だったやつは。うん。太のイーマン。うん、そんなも知らん。そんなイーマンで変わらん。そんなイーマン手出し一枚で変わんない。何でもあるもん。リアンカンからの切り出しだって何でもあるんだもん。はい。ありがとうございます。え？白鳥さん、ちょっと待って。ちょっと白鳥、ごめん。いや、ちょっと、さすがにさ、まあ、俺、コメビがね、いや、さすがに気使うわ。いや、笑けるわ。いや、普通のなんやと思って。どうせまた常連が2回も言うなと思って、同じこと。うん。あ、白鳥、久しぶりっすね。お疲れっす。ごめん、俺がね、コメビのこの、これしか見てないんで、あの、この最初の3文字、この、小、点々点しか、見てないので、ちょっと分かんなかった。はい。じゃあ、改めて答えますか。ふたしさんのイーマンが要因の一つだと思いますよってことでね。渡辺ふとしさんのこの60面の、あ、70面のイーマン手出しってことですね。ああ、これに関してですね。はい。それはね、知りませんね。はい。まあ、リャンカンからの切り出しとかもあるし、こんなイーマン手出しでリャンマン固まってるとか、そんな読み私したことないんで、分かりません。はい。はい、ということで、でも白鳥さん来たんか。あ、まあ、一応今のところ笑うとこだったんでね。はい。久しぶりっすね。お疲れっす。なんか、あれもう1年ぐらい多分経ちますよね。ほんとありがとうございます。白鳥さんが一番最初に来てくれたんだっけ？俺のチャンネル。あ、違うか、中林さんだっけ？うん。ね、ほんとにありがたかったです。あ、通話は初めてだよね。中林さんは多分コメントだけだったから、白鳥さんと初めて通話して、ね、本当は ありがとうございます。はい、ハルトさんもいらっしゃい。普通に書き込まれると全く気づかん。勝又の数層切りは、馬ぶりを超えて麻雀へのボードグ。うん。ちょっとまあどうしようかな。ちょっと待って。まあ、そういうことね。まあ、てか、そもそもが俺が、同じだからな。うん。うんうん。だから、初手の返し雑すぎておもろい。うん。初手の返し雑すぎておもろいけど、次の返しも敬語になってるだけで言ってること変わないだろってみんなが突っ込む流れまで想定して言ったんだけど、誰も突っ込まないっていうね。うん。俺の、あの、気持ちさして、ちゃんとあのツッコミ入れてください。俺、ボケ担当なんで。ツッコミがないとね、一人で滑ってるんで、いつも。はい。堀さんの手でもういつでもイーマン手出しありますが、リャンマン固まってない。てか、そもそもが俺がそんな関係なしにイーマンだから、うん、まあ、どっちにしてもなんだけどね。
だけど、まあ、同じだもんね。うん。それはちょっとね、堀さんは例えば、ウーマン来てリーチしました。数万が山にないから。で、俺はイーマンだろうって言ってるわけじゃなくて、まあ、俺も別にイーマンなので、うん。ただまあ、そういう感じね。この今手だしね。細かく見ると、イーマンは3枚目のイーマン。で、3万は2枚目、ウーマン2枚目。まあ、そんなにはないか。何かの形が排除できるとかないか。うん。え？ 10件のギフト。あ、エヴァさんありがとう。なんで？配った。白鳥さんにプレゼントしようと思って配ったんか、これ。そういうことか、これ。そう、あ、ありがとうございます。はい。はい。ちょっと待って、白鳥さんに憧れて、今日の髪の色抜きました。あ、そうなんだ。みかんさん。あとは、白鳥さんの伊達さんを救った地位に惚れた。そういうのがあったんだ。伊達さんを救った地位って、チーム、別のチームだよね。そんなのがあったんだ。東條も絶対見てるから出てこい。なんで東條さんピンポイント。いや、今照らしたかって山固まって言い切れない。うん、まあまあいいんじゃない。うん、まあ一応そういう理由でしたってことを伝えていただいたんで。はい。ありがとうございます。敬語になってるだけで言ってること同じやないかい。遅い。うん、でも、白鳥さん本当にコメントしてください。ありがとうございます。これからも、なんか見てて、なんかあったら。うん。まあ最近はね、かなりうちの配信も落ち着いてるんでね。うん。ちょっと今日は俺がちょっともう熱っぽくてコロナかなんかインフルエンザかなんかなっちゃったから、うん、早めに終わるんだけど、まあ基本的にはダラダラやってるんでいつもね、また通話でも何でもいいし、もしパッて見てさ、5分10分見てくれてね、何か一つコメントして、じゃあお疲れって感じでも嬉しいので、またコメントしてくれたらね、いいかなと思います。選手に名刺ばかりネタマトカのウルマギリチでもいいんですかね。でも最近の人ってね、5切ったからってそんなに2切らないし、やっぱり俺はネトマの方がむしろ5仕掛けられる可能性あるから、だからね、ドラもチュンチャンパイだしね。うん。だからやっぱりね、かなり序盤とかじゃないと、枚数も一応数万のが多いし、あんまりもろひはね、そうじゃない引っ掛けは結構強いけどね。まあでもそうじゃない引っ掛けだと選べないか、そもそもな。リャンカンからの切り出しだと選べないから、そうじゃないモロヒの場合はって言おうとしたんだけど、そうじゃないモロヒだとあんま選べないけど、まあ一応あるか。まあ一応、まあないか。ごめん。カンちゃんはないか。固まってるよりも1枚使われてる可能性が高そうっていう意味だと思う。まあまあまあ。いいと思います。はい。リスナーも2年前より2歳ほど年取っちゃったら、そうだね。みんなも年取って落ち着いてきたわ。生配信見ながら解説は厳しい。俺が。ちょっと時間も長いんし、あとは、いつも言ってんのは、M リーグの実況みたいな感じで、俺が本当に副音声で何かの環境設備があってやるってんだったらめちゃくちゃやりたいけど、配信で見ながらやるってことは、タイムラグが生じるのね。で、結構アベマって、俺もその、前回のチャンネルの時見ながらやってた時は、なんか、見てる場所が5秒くらい変わってくる可能性がある。だから、俺が M リーグ見ながら、YouTube ライブで配信すると、ニコ生だったらもう1、2秒しかラグがないからいいんだけど、YouTube ライブでそもそも3秒以上のラグが発生する。で、かつみんなとのアベマ見てるラグが発生したりすると、俺が解説して言ってる場面がみんなからするともう10秒以上遅れてるとかなっちゃうと、見てても、見づらいと思う、普通に。うん。それが一番の理由だし、あとはまあ俺の、この、特に、配信見てるとさ、俺が結局、結果ありきで見ちゃう部分あるじゃん。うん、これもさ、ね、例えば俺は、例えばこれで、いや、ウーマンギリリーチだなって俺が思いましたと。だけど、配信見てて、数万一発もされたら、俺も、ぶっちゃけ歪むよ。うん。あ、これは適当な理由つけて、まあ、これは引っ掛けずにウーマンギリリーチかなって言うよ。うん。だから、そういうのも含めて、結果知らずに見てるってのが、一応、俺の配信の良さかなって自分では思ってるから、結果知っちゃうとやっぱ歪む、マジで歪むと思う。うん。だからまあそんな感じでやってます。はい。で、秋山さんいらっしゃい。この試合で5切り2は M だと危険度 A 級扱い。そうだな。うん。はい。りょうさん。ポンすれば相手ずらせるところを
大民間して、白鳥さんが何事って顔しつつ、サイドずらして、それしてなかったら積もられた。へえ。ポンすれば配点ずらせるところを、大民間。そういうことね。カレーマンさんは勉強しないし、中田さんはあんま切らない。伊達さんが大民間して履いていましたってやつか。了解です。村上さんに。諸日ってどんぐらい変わるんだろうね。結構ね、メンツによって変わるから難しいよな。諸日の上がり率はな。デジタル派は結構切るんだけど、ジャンソーのおっちゃんとかもやっぱりね、切らない。普通の、まあ、危険度も実際高いしね。ドラマで切って5ギリ1には死んでも2発を切らない宗教が。いや、それはちょっと俺分かんないわ。ドラの様子を切ってるから、このウーマンギリリッチがリャンマンが怖くなるの？ウーマン切ってたら。今回だったらチーソーそもそも切っちゃってるからな。でも、どうなんだ？それごめん、俺全然パッて頭入ってこないわ。逆に愚形残ってんだったらドラ残してさ、まあ、例えばチーソーパーソーがないとしてね。今回はチーソーパーソーがそもそもあるから、ローソーは裏目でも切ってるっていうだけなんだけど、それがないとして、ローソーが孤立さえでつもぎったとしても、この順目でドラ切るんだったら、マンズの135あったら、ね、ローソー切らずにイーマン切ってるんじゃないとかなるから、ちょっと俺逆な気がするけど。まあ。石橋さんなら赤子切りか。その発想なかったけど、確かおもろいな。おもろい。おもろい。小箱の吐くって誰かが言ってた。小箱の吐く。てか、M 長い。これマジ何しと、何とかしてほしい。相対性理論。じゃあ、そんな感じでした。とりあえずね、白鳥さんコメントありがとうございました。またよろしくお願いします。スマートテレビで同時にアベマ流してもびっくりする。スマートテレビでもね、そう、だから俺がもし解説しようとすると、配信の画面にキャプチャして M リーグ流せるわけじゃないから、ってなるとみんなとのズレはとにかくすごくなるね。ギフトってすでに名刺入ってる人がもらうと、いや、もらえ、わかんない、俺も。シャルトリさんがチーしなかったら、伊達さんがね、っていうのがあったんだね。これは違う話か。シャルトリさんがチーしなかったら、シャルトリさんがチーしなかったら、伊達ちゃん、水原の、見逃し、並みに、同じか。そんなにダメな大民間だったんだ。せっかくだし見る？そんだけみんな言ってるから。脱サンよく見せる、修理車。プレミアムで時間合わせない。まあいいか。パッて浮かべば。じゃあ、10秒以内にその日付が浮かべば、誰かが見ますわ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。